2024夏アニメ、個人的注目作品紹介ということで、来季7月から放送が始まる新作アニメの中から個人的に注目している作品を一挙紹介していきたいと思います。まずはこちら、ナナレ、ハナナレ、真夜中パンチ、天水の桜姫、この3作品でございます。こちらはですね、すべて PA ワークス制作の作品ということで、来季ですね、PA はなんと3作品も手掛けるんですね。おい、大丈夫なのかなと、今思った方もいるかもしれません。安心してください。PA もこの3作 作品全部完成済みでございますもう公式ツイートでですねえ全て完成して放送待つのみというツイートがすでにされているのでもうすでに全話、まあ、納品済みなんじゃないかなということが伺えるところでございますななれ花な,なれこちらは趣味も特技も性格もみんなバラバラな女子高生六人組がチアリーディングの世界で頑張っていくみたいな作品でございます、まあ、チアのアニメといえば個人的にはアニマエールを思い浮かべてしまうんですけれども、まあ、本作もですねそんなチアリーディングを題材としているということで、まあ、ビュー見た感じ、ね、かなり爽やかな青春もの 感感じじが伺えまましたののででどんな感じななか気になるところでございます真夜中パンチ。こちらはですね。あの、PA ワークスといえばお仕事アニメっていうイメージを持っている方もいると思いますが、この作品もなんか新世代の PA アニメっていう感じの雰囲気がありまして、YouTuber を題材としているんですよね。ちょっとね、PA お仕事好きとしてはかなり楽しみなアニメでございます。そして、天水のさくな姫。こちらはゲーム原作でございまして、もともと同人サークルのゲームだったんですけど、それが発売されたからものすごい 大バズをかまして大ヒットにななったわけなんで、すよねでそんな、えー、天才の作品、範姫っていうゲームが、今回、PA の手によってアニメ化というね、これがですね、かなり独特な作品でございまして、米作りをしていくっていうね、え米作りをしながら、なんかバトルアクションもあったりとかですね、かなり忙しいところもあったりするんですけれども、まあ、ほんとこの作品は米作りの表面的な部分に触るだけじゃなくてですね、ほんとディープなところまでね、まあ、これぞ米作りの真髄だっていうところまで行く作品でございますので、まあ、そこらもね、まあ、どんな感じで描いてくるのか気になるところでございます。異世界スーサイドスク スクワットこちらは DC コミックスのね、スーサイドスクワットを異世界に行かせてみましたっていうね、もうとんでもない作品でございましてね。いやまさかのね、DC× 異世界ものっていうね、えー、ことが今回実現ということでね、もうどうなってるのか、異世界もここまで来たかっていう感じもあるわけなんですけれどもね。いや、ちょっとね、ハーレクイーンとかはね、異世界でどんだけ暴れ回るのかね、めちゃくちゃ楽しみなところなんですけれどもね、しかも制作ウィットスタジオですからね、まあ、かなりね、PV からもクオリティ感じるところでございまして、まあ、非常に、えー、来季の中でも楽しみな作品じゃないかなと。 というところでございます鹿の子の子の子腰担々こちらなんかとんでもない雰囲気を感じるんですけれども、えー、も原作はですね漫画でございまして、えー、今回ウィットスタジオの手によってですねアニメ化という形でございます、えー、なんかもうすでにバズってるんですよねもう公式が頭おかしくてですねもうアニメ化前なのに、ね、オープニングのイントロ1時間耐久動画をねアップしていたりとかもうしかもそれが何百万再生もされたりとかねもうすでになかなかのねあのブームの予感を感じているところでございますもうすでに PV から隠しきれない狂気を感じ 感じているところがありましてね。まあ、しかもキャラも可愛いと、もうオープニングもねキャッチーで、まあ、あのものすごい中毒性があると。なかなかですね、これは注目作品じゃないでしょうか。鹿の子の子の子子したんたん。杖と剣のウィストリア。こちらは漫画原作でございまして、原作者の方がですね、ダンマチのあの大森先生ということでございまして、まあダンマチと同じくこの杖と剣のウィストリアもですね、あのダンジョンが主な舞台として描かれていくんですけれども、まあ,あの魔法学園ものの要素もあるんですよね。魔法絶対主義の世界 で、主人公のウィルはですね、まあ、唯一魔法が使えない子でございましてね、まあ、そんな世界において剣を、ね、片手にウィルがダンジョンの中で、ね、幼い頃に少女と交わした約束を果たすためにモンスターたちと戦っていくという超王道な、ね、ダンジョン、えー、バトラクションものになってくるわけなんですよねやこういうの大好きなんですよね、まあ、しかも PV 見る感じクオリティにはかなり期待が持てそうですアクタスとバンダイナムコピクチャーズの共同制作でございます放送が日曜の午後4時半からの枠となっております 2.5次元のリリサ。これもかなり楽しみですね。ジャンププラスで連載中の漫画が原作となるアニメでございまして、まあコスプレを題材とした青春熱血コスプレ アニメみたいなね。まあ、そんな感じの作品になってくるんですよね。本当にね、コスプレ、私がコスプレをする理由とはっていうね、ほんとそれぞれのキャラクターが持つコスプレに対する信念っていうのがものすごくね、ぶっとくある作品でございまして、まあ、それが真正面からぶつかり合っていくっていう、かなりね、熱血ものでもあるんですよね。アニメーション制作は JC スタッフが担当でございまして、連続ニクールでの放送が予定されております。逃げ上手の若君。うん、こちらは少年ジャンプでね、在中の漫画を原作とするアニメでございます。アニメーション制作、クローバーワークスということ やヤクロワワークスの新作、やっぱりクオリティめちゃくちゃ高いです。まあ、内容的にもですね、あの、ジャンプでは珍しい歴史作品ということでね、まあ、戦って死ぬ、それこそがね、武士の誉れとされていた時代において、敵から逃げてね、英雄となった北条時行の生涯を史実をもとに描いていく作品でございます。 異世界失格。こちらは漫画原作でございまして、まあ、タイトル通りね、死にたがりのとある文豪が異世界に転生して冒険者として活躍していく姿を描いた作品でございます。もうね、異世界ものってもう行くところまで行ってもうある種大喜利的なところになっているんですけれども、ここまで行くとめちゃめちゃ気になりますよね。え、文豪が異世あの文豪が異世界に転生して何やるのっていうね、まあ、そんなところで異世界失格でございますが、アニメーション制作アトリエポンダルクっていうね、あの異世界おじさん作っていたところの新作でございます。まあ、すごいね アニメ化だったんですけれどもねあの度重なる延期ってのが非常にもったいなかったんですけれどもねも本当ね伊勢顔さんで制作元受けをしてからですね本当にいい制作だなと思いましたのでちょっと今作ね異世界失格もですね今度は、まあ、延期しないでね最後まで走り切れるかどうかも含めてですね、まあ、かなり期待して見ていきたいところでございますアトリーマイディアモーメンツこちらの作品はノベルゲームを原作とするアニメ作品でございますノベルゲーのアニメ化っていうのもねなかなかね近年では珍しいところでございますのでねアトリにはねかなり に期待もしたいんですよね内容的には海面上昇によってですねまあ、地表の大部分が海に沈んでしまったというね近未来が舞台でございまして、まあ、そんな世界において幼少期の事故によってね片足と母親を失ってしまった、まあ、少年イカルガナツキがですね海底の底でもう人間と見まがぐらいのロボットアトリを見つけるっていうところから物語が始まっていきますもう泣く準備はできていますのでアニメでねアトリの魅力っていうのを存分に引き出してもらいたいところでございますアトリマイディアモーメンツ夏にぴったりの一作でございます筋肉マンパーフェクト オリジン編いや、まさか今の時代にね、キンマンの新作アニメが見れるなんてっていう喜びがあるわけなんですけれども、いや、これね、今、リメイクブームでね、昔の名作をね、まあ今のアニメ技術でリメイクするっていうのは、かなり多くなってきているんですけれども、本作、キンマン、パークトオリジン編はですね、まあ、リメイクではなくて、新、新作アニメ化ですからね、新しい、あの、ショーのアニメ化でございますので、まほんとこっからパーフェクトオリジン編から入るっていうのは、ちょっとなかなか難しいかもしれないんですけれどもね、いや、あのね、キンマンの熱いバトルの 数々をですね。まあ、今のアニメでですね、どんな感じで表現してくれるのか超楽しみですね。推しの子第2期。もう言わずも柄のね、推しの子でございます。1期とはまた違ったですね、2.5次元舞台編という舞台、お芝居を描いていくえシーズンということでございますので、また違ったえ推しの子のね、側面っていうのが見えてくるところじゃないでしょうか。PV 見る感じ、クオリティ面は一気に勝るとも劣らず、むしろ上がってるんじゃないかぐらいの、ね、勢いを感じているところでございます。ニーアオートマタ第2クール。もうこちらもね、かなり楽しみな作品でございまして、まあ、ニーアオートマタね、 クルメかなりねクオリティ高かったんですけれどもね、まあ、どうしても食べ重なる延期もあって多くの層や、ね、ニアオートマタの魅力が溶け切っていない感があったのがもったいなかったんですけれども間違いなくね、まあ、ニアオートマタのアニメ化としてはものすごいクオリティでございましたので、まあ、続きとなるね第2クルメも非常に楽しみなところでございます物語シリーズオフモンスターシーズン小市民シリーズ負けヒロインが多すぎる時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん VTuber なんだが配信切り忘れたら伝説になってたえこれらの 作品も非常に楽しみなところでございます来期のですねノベル原作の、えー、アニメに関してはですね、えー、こちらの動画で、えー、全ての作品詳しく紹介しておりますので、えー、この動画では生涯省かせていただきますがまあ、中でもね個人的に特に楽しみにしている作品は今挙げた作品たちでございましたという感じで以上が来期2024夏アニメの個人的注目作品でございました来期は新作続編かなり目白押しでございましてねほんと国際金のクールはですねもうずっと放送がついてるんじゃないかっていう感じでございますけれどもね まあ、来期もそれに、えー、漏れずですね。まあ、非常に大豊作な空じゃないでしょうか。まあ、ぜひともね、今回挙げた作品一部でございますので、ね、え皆さんが注目してる作品などなどありましたらね、まあ、コメント欄の方にどしどしお書きください。それじゃまた。